こんばんにょ。沼津市政100周年まであと51日、100日チャレンジ49日目。今日の沼津の宝百選は、おんべこんべ。おんべこんべって何？って思った人は多いと思うんだけど、これは毎年1月2日の朝に沼津市原地区で行われる行事だにょ。長さ約15から20メートルもある大小2本の竹を子供たちが担いで、無病息災を願うんだにょ。おっきい方の竹が、おんべ、これは男の子たちが持つにょ。そしてちっちゃい方の竹が、こんべ、こっちは女の子たちが持つんだって。こうして、こんべ、こんべって言いながら町を練り歩いて、その竹は後日行われるどんど焼きで燃やされるんだにょ。一見謎の料理だけど、どんど焼きのことをおんべ焼きと呼ぶ地域もあるから、どんど焼きに使う竹を子供たちが運ぶ、ふれどんど焼き的なイベントなのかも。めめも参加してみたいな。こんべ、こんべ。Oh, man.